うん、いい感じ。ナイスショー、ナイスです。オッケい左。なんかウッドが全部当たらないです。です、はい、今日はウッドが調子悪い。まいちゃん何番ウッド？5番ウッド。5番ウッド。いいんじゃない？いいとこ行ったんじゃない？谷と谷の間、ナイス、ナイスオン。もうちょっと行け。うん、登って下ってむちゃむちゃむずいパパ。おー、いいんじゃない？来たー。おー、切れない。早い早い。おー、あー、オッケー、ナイス。ショートパットはいいんだけどな。ショートパットはいいんだけどな。難しい。ポテチ、ポテチ難しいね。ポテチグリーン、冬のカレドニアは高速ポテチ。ただいま工事中です。あれに当たったらボールが止まるんで、あれの越えていくように。これ何してるんですか？あ、これ排水ポンチ。排水。すごい。ゴルフ場が面白いことになってます。芝が四角い。綺麗にカットされてる。いいですね。今の3番です。3番？ 3 番よく打ってるね。しかもボール浮いてるし。3番ハワイでずっと3番使うから、とにかく距離が長い。そうか、風が強くて。なんか今背景が工事現場みたいな。マジでさ、ゴルフ場のさ、ゴルフ場じゃなくなってる。お、ナイショ。大きくてもダメだった。大きくてもダメだね。ぐるっと池に囲まれた三打目です。ああ、だ、ジャンプする。あ、出た、あ、入った。出て入った、出て入った。オーマイガー。おお、風が強い。でも風に負けなかった。うん、そう、うんうん、ダメですね。今日はあんまり調子がボロボロですね。よろしくない。
これだといかない、いいんじゃない、ちょい短い。ここは桜が春になると綺麗に咲きますね。この木は桜がいっぱい咲きます。キックした、いいとこ、お、いい、今日は右グリーンですね。お、ちょい左。うん。そう。失敗です。失敗です。原因は？いや、かぶっちゃった。かぶっちゃった。うん。打ち出しから左行きました。左足下がり。左足下がりだったんだけど。イメージドローだったのが最初から左に来ました。出だしから左に飛んできました。ゴルフ12年、うん、やって嫌いになったことないですか？ないです。ない、はい、ゼロ、ない、ない、ない、でも盛り上がってる時と盛り上がってない時はある。あー、波ね、波波、今すごいハマってるみたいな。あ、楽しい、ここ数年楽しいです。ここさ、数年はいい感じ、絶頂ではない。あ、まあいいんじゃない。まあまあいいんじゃない。でも、ガシガシやってた時の方が飛んでた。あ、スイングも全然もっと良かった。違う、今と。今はなんとなくまとまればみたいな。そうそうそう。その切れ方はなんかすごいところに行っちゃった。来た。あ、うん。音すごい。カコーンって言ったよ。だから剣道、剣道みたいな音。全然違うね音。セラちゃんも9番。よく歩く2人です。よく歩きますね。でも寒いよさ、なんたら寒いよね。寒いしさ、芝生の上歩いた方が気持ちよくない？まあ気持ちいいね。でもなんか T ショットあんまみんな曲がんないじゃん、女の子って、うんうんうん、だからみんな結構打ったらポンみたいな乗りまーす、乗ります。今日いい天気ですね。はい、こんな感じのホールです。3人とも乗りました。おー、ナイスパー。どう、早い、読みが浅い。全然読めてないし。おー、ナイス。2回入れば終わったよ。
同じだよ。最後に池越え。いいんじゃない？おわーすごい。何？何が生えたの？あれけど平均マンホール。何？マンホール何？あの跳ね方だったら多分めっちゃ行ったよ。何あれ、何もないようなとこで跳ねたよ。お、行った、越えました。ナイスショー。跳ねませんでした。ナイスな池越えで、プレッシャーなく越えました。越えました。プレッシャーあった。プレッシャーあった。結構いい感じに振り抜いてましたよ。思いっきり振りましたね。いい当たり分回しました。最後が良ければいいですね。ロングですか？ロングです。あの冷気、もしかしてあの出てる冷気ってこと？あんな真上に、あんな真上に、結構高いから大ジャンプしたよ。おー、いい当たりだけど、超える、超えろ。バンカーかな。行っちゃいけないところに。ワンオーバーぐらい。うん、今4つかな。あれ、そんな行きました？ダボやってボギーぐらい。じゃあこっから寄せワンで出して、じゃあただのちょっとバンカーショット飛ばすバージョンやるわ。おー、うまい。バンカーショット飛ばすバージョン。ナイスアウト。やりますか？うん、いいんじゃない。おお、ナイス。ボギーかと思いきや、パーチャンスが。諦めてない。今日バンカーによく入るセラちゃんです。あー、足りない。うまい。ナイスアウト。もう買ってきたね。登ってるのにこんな早いの？ほら、切れる。じゃあやっぱ距離感だよ。打っちゃってる。難しかったね。楽しかったけど、スリーパット失敗しちゃったよ。グリーン難しいね。難しかった。ありがとうございました。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。